こんにちは、粟田洋介です。今日はこのキャンバスにアクリル絵の具を使って茶色ばっかりの絵を描いていこうと思います。茶色って言ってもいろんな茶色があるんですけど、茶色以外の色を混ぜていろんな茶色を作っていこうと思います。茶色の作り方がわからない方は、もし茶色を持ってない時に茶色が必要になってしまったなんて時のために参考にしていただけたらと思います。茶色は三原色の赤、青、黄色の全部を混ぜることによって茶色ができます。茶色といっても焦げ茶系、赤茶系、黄土色系とかいろいろありますが、焦げ茶系を作るときは赤と青を多めに、で赤茶系を作るときは赤を多めに、で黄土色系を作るときは黄色を多めに入れると、そういった色ができます。この黄色、赤、青の三原色の比率によっていろんな茶色を作ることができます。でちょっと三原色の黄色、マジェンタ、シアン、ちょっとこれで茶色らしい茶色を作っていきます。茶色ですね。ちょっと白を足します。薄いピンクみたいな茶色を作ります。これを茶色と言えるか分かんないですけど、今度は焦げ茶系の色を作ります。焦げ茶っていうグレーですね、これね。黄色が必要。茶色らしくなりました。この3色全部混ぜるということなので、黄色と青を混ぜるとグリーンになりますよね。なのでグリーンと赤系の色を入れると茶色になります。そして青と赤で紫になるので、紫と黄色を使っても茶色ができます。それから赤と黄色でオレンジですね、オレンジに青でも茶色になります。ただこの3つの色の比率とかいろいろあるので、紫と黄色とか混ぜて茶色になるって言っても、これにまたちょっと赤を足すとか、そういった感じで本当に無数の茶色を作ることができます。あと同じ緑でもいろんな種類のグリーンがあるし、まあその基本はこの3色が全部入ったのが茶色ということで、それを考えていろいろ調合していくといろんな茶色ができていくというわけです。ちょっとこの黄色がかったエンパイアグリーンというのと、カドミウムレッド、ライト、ちょっとオレンジがかった赤ですね、を混ぜてみます。こんな感じで赤茶っぽい色ができてます。グリーンを多く入れたやつだとこんな感じですね。まだグリーンですね。この飲食だと赤茶を作るのにいいですね。こんな感じの茶色です。ちょっとこれにさっき使ってたより濃い黄色ですね、入れてみます。ちょっとこんな感じの黄色になります。黄色でも茶色になります。ここに白を混ぜて、こんな茶色ができました。今度は紫と黄色を使ってみます。しつこい方の黄色を入れて、こんな色ですね。
今度はここに紫を足します。こんな感じになりました。ちょっと乾かして、それからちょっといろんな茶色を足していこうと思います。フタログリーンとカドミウムレッドミディアム、赤の方を多めに足します。カドミウムイエローライト、シアンとマジェンタをほんのちょっと、白を混ぜます。ほぼ茶色なんですけど、紫とグリーンが入ってるような感じです。茶色で統一した絵にしようと思ったんですが、ちょっと気が変わって仕上げは茶色じゃない色を足していこうと思います。こんな感じの絵が完成しました。タイトルは猫同伴デートです。仕上げは茶色じゃないのも少し入れてみました。この辺とかピンクっぽい茶色と思って作ったんですけど、茶色って呼んでいいかわからないし、この辺もちょっとグリーンって感じですが、これはこれで自分で気に入っています。そんな感じで茶色を作るっていうのは結構簡単です。ということで今日は茶色以外の色を混ぜて茶色を作って絵を描いてみました。最後までご覧いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方は、ぜひ高評価、チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。